ぼーっとして、どうしたの今日はどうしたの楽しくないもしかして、ネットでの例の書き込みのせい 気にしないようにって言ったって難しいよね多分他の人にも気にするなって言われてるよねでも気にしないってのも無理な話だよなねえ今一番したいことって何 そう。今一番したいことだよ。何でもいいから行ってみて。俺とどこか出かけない大丈夫だから、一緒に行こうよ。 あと3秒だけ考える時間をあげるよ。3、2、 いた俺についてきてうんその前にまず聞かせてよ何が見えた それから、君を連れてきた、俺、でしょ。ねえ、知ってるこの海には、言い伝えがあるんだ。悩みを貝殻に話して海に投げ込むと、海がその悩みを解決してくれるんだって。違うよ。 俺も最初はそう思ってたんだけどやってみたら本当に悩みが解決したんだ俺を信じてよそれだけじゃダメだよ次は海に向かってその悩みを大声で叫ばなきゃ いいから、ほら、早く。一緒に叫ぼうよ。ダイエットなんか、やってられるかさっき、貝殻には話したじゃん。俺だけしかいないんだから、ほら。 頑張って怖がらないで大声で叫んで。 どう気持ちよくないよしじゃあ一緒に叫ぼうもちろん信じてよ もう忘れちゃったよ。 さっき、俺が貝殻に何を話したのか知りたくないある女の子がいるんだけど、その子が今日はとても落ち込んでいたんだ。でも、俺は心配しなかった。だって、彼女がとても強い子だって知ってるから。 俺は彼女を守ることができる。でもそれは、いつまでも、俺の後ろに隠しておくってことじゃない。だから、心配なんてしていない。彼女はとても強い子だと知ってるから。お前たちは最初から間違ってたんだよ。彼女は、そもそも俺の弱点なんかじゃない。彼女は、誰の弱点でもないんだ。 だって、演技しているとき、頭の中に思い浮かべている人がいたからね。